裁判官さんとか検事さんたちが協力してくれてるんだと思うんですよね。で、ここここみたいな感じで、で、ここのいくつかを説明、小山慶吾が認めるわけないから、絶対ね。だけど、認めざるを得ないところもあるんですよ。例えば、ね、これ。この昨日も見せたけど、こうやって2枚ね、こうやって訴える項目が約25個ね。20、19。こっちが、まあ、こっちが1ページ目が20個。19も、1から19。2ページ目が1から25まであるんですよね。だから、約44個か。44項目訴えられてるんですね、自分が。で、この44項目を認めるか認めないかって言われたんですよ。その後にね。ただ、こうやって、もう一番最初ののっけから、ね、こうやって、まあ、明らかに自分が配信してきて、ね、テレビの録画の転用をしたことが2件と、YouTube、Facebook ね、Facebook で友達がチョープーね、タヒチのチョープーの、今度オリンピックには、フランスのオリンピックで開催される場所で、トゥーインサーフって言って、そのジェットバイクで引いて乗るタヒチのチョープーのチューブを、自分が友達の Facebook を引用したんですよ。その3